日は3月13日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。バサイティの片山大蔵です。こんにちは、うたさん。こんにちは、桂うたすけです。昨日は風はあんまりなかったですけど、雨がものすごかったんですけど、今日は天気良くなったんですけど、風がビュー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 吹いてて、スタジオの前の、お客様大変に寒い思いしてまして、私 の, あのガラスの前に、女性が何人も、少佐ファンなんですけど、手すり側よりもガラス側の方が、風が来ないというところで結構迫ってまして、私ちょっとプレッシャー感じているところでございますが、どうぞよろしくお願いいたします。スカートがピラピラしてそれがウキウキしてんじゃないの、うたさん。スカートはこっちの方が高いので、ちょっと見えないですけどね。の、髪の毛がすごいもう舞い上がってるのがかわいそうだね、女性はね。うちらは死んだけどね。はい、はい、携帯電話の電源切るの忘れた翔さん、こんにちは。おはようございます。おはようございます。ザクレジライダー横浜ギブローリングスペシャルの翔です。明日はいや、すみません、携帯電話切らなくて、あ、明日ホワイトデーですね。そうですね、はい、すっかり忘れてた。忘れてた、忘れた。ダメよ、ちゃんとほら、あのもらったものは返さないと、はいね、ということでホワイトデー今日ね、だからね、来るときね、もう帽子も白、ジャンパーも白、靴も白、おう、ホワイトデーコーディネートしてきましたけど、全部脱いだら真っ黒になっちゃったということで今日も一日頑張っていきますね、よろしくお願いします。はい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 、ホワイトデーって言えばね、はい、来てますね。マーガレットさん、マーガレットさん、シャフさん、大ちゃん、歌さん、こんにちは。こんにちは。明日ホワイトデーですね。そうそう、今日のスタジオ観覧はきっとショーさんからの愛が溢れていることでしょう。いつでも溢れてんだよと思いながら自宅で生聞きしています。お、来ないの。うまチョコレート買っといてやったのに残念でした。実は今マイブームのごっこ遊びがあります。ごっこ遊び、うん、名前はショーさんの痛み分け分かち合いごっこ、うん、何翔さんの痛み分け分かち合いごっこ、痛み分け分かち合いごっこ、うん、内容は翔さんがタバコを復活するか禁煙するまで私もタバコお休みする。おお、いいね、痛み分け分かち合いごっこ。え、どうなんですか。もちろんやめてますよ、まだやめてるんですか。やめてます、やめてます、はい、すごいの。禁煙は禁煙ですから。おお、素晴らしい、はい、まだやってそうですよ皆さん。それはもう大変です、うん、便秘はするわ、小さいことでイラッとするわ、体重は1週間で2キロ増えるわ、かなり体に悪い遊びかと思われますが、また面白い変化があったらご報告します。そう、まずね、飯がうまくなってきたね。おやばいよね。でそれで太るんですかね。いや、それあるんじゃない の、あのいっぱい食べちゃうっていうね。あ、うん、で、あの朝起きた時の痰の絡みが少ないね。おお、うんうん、ただね、喉がね弱っちゃってんじゃないかと思うの。刺激与えてないから。与えてないから、なんか喋ったりなんとかした後、なんかまた痰が出てきたりとかして、あれ、なんか声がかすれるなって、これタバコ吸ってねえからじゃねえかって今ちょっと半信半疑。だんだん焼けが出てきたぞ。そうそう、だからね、辛いところ喉元を過ぎればじゃないけど。辛い時期が過ぎたらなんか吸ってもいいんじゃないかな。いや、タバコ吸ってた方が多分調子いいから、うん、健康のために吸うよとか、そうそうそう、言い訳を作ってそらなきゃいけないよ。まだ逃げ道潰すなよ大蔵。まだ、何週間だ、だから、もう4週5週目ぐらいじゃないかな、はい、禁煙続いております。今ね、ドクターベイプを、いただいてますね。あの水蒸気なんですね。お、タバコ吸った気分になるやつ。ほう、うん、あとココアシガレットね。ここはだってあれだって砂糖入ってるから太るとか。いやいや、そんなもんで太るで、飴舐めてるやつ、胃が痛くなるとか。いや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 、ないないない、大丈夫。え、体重とか変化しないんですか。あ、全然変化しないです。だって体鍛えてますから。ここはシガレット、あ、前回いただきましたね、これ。はい、ここはシガレット、はい、私も、はい、はい、これをタバコ代わりに、ショートオーブみたいな感じで、ピースみたいな感じね、ショートピースみたいな。これ知ってますね、ここはシガレット。吸うというか、これ飴みたいなもんでしたよね。そうですね、はい、僕もこれいただいたので。いや、でもね、よく続いてる、ね、やっぱね、あの声が出なかった時の衝撃がすごい俺の中でトラウマになってて、はい、でもこんなことは二度と嫌だって思ってるのが、うん、なんか禁煙を、まあ、ファンのためにもねっていうのはありますよね。休んじゃった。だから、あの先日やりましたリトライライブ、はいはいはい、リベンジライブって言ったらほらね、はい、あの出てもいねえのにリベンジはねえだろみたいな。そうだよね、リトライライブやってきましたんで、後ほどその話もしてみたいと思います。それとあれ、
千葉のえみさん、千葉のえみさん、はい、大ちゃん、うたさん、愛しの翔さん、こんにちは。こんにちは。4月から放送の MBS テレビ、うん、ドラマゴーストヤンキーのオープニング生主題歌に新曲の湘南魂が決定ということで、おめでとうございます。やったー、やりましたね。これね、これすごいんですよ。ドラマゴーストヤンキーっていうのがですね、なんと4月の18日の木曜日からドラマがスタートするんですね。これなんだっけ、今ほらちょっとショーが今流行ってるじゃないですか、はいはい、ちょうどいいタイミングにこのドラマが出来上がって、やっぱ昭和とのこう未来とのいろんな、ワープしたりとかするドラマなんですよ、で、そのドラマのオープニングの、ま、主題歌に横浜銀杯の新曲が決まって、4月の18日 MBS 毎週木曜日24時59分から始まります、でこっちはテレビ神奈川ね、テレビ神奈川のオンエアあるんですよ、はい、毎週木曜日の23時30分、11時半から夜の、はい、ね、このドラマ4月の18日スタートしますんで、で、MBS の方がちょっと遅いじゃないですか、24時59分だから、で MBS の、放送の後、TVer で MBS 動画イズムで無料見逃し配信、ほう、だからこっちテレビ神奈川入ってなくても TVer で多分見れるんじゃないかと思うんですよ ね、あと千葉テレビ、栃木テレビ、テレタマ、群馬、ね、いろんなところで順次放送は順次始まるということですね、はいはい、この、昭和魂っていうのが主題歌になったんですけど、はい、これが、5月に発売する我々のトリビュートアルバムの12曲目に、ボーナストラックとして入れてあります、うんうんうん、多分これ配信も始まると思いますけども、ぜひですね、後付けになると思います。今まだねこのトリビュートの昭和魂解禁になってないんで、皆様に届けられないんですけど、解禁になったらいち早くこのラジオでかけますんで、最高の俺とジョニーのカップリング曲になってます、ジョニー作曲、ショーさん作詞、昭和魂、ね、これが、主題歌になってて、で、エンディングテーマかなんかは、彼たちに、バイバイオールドロックンロールを、伝授しましたんで、はい、それがその新しい、その出演者の子たちが歌うだからの、バイバイオールドロックンロールがエンディングテーマで流れますので、とても楽しいドラマになりそうです。ぜひ私も見ようかと思ってますので、皆さん応援よろしくよろしく、はい、今ネットで調べるとエンディングもそうですけど、なんか劇中でもなんか曲がかかるような、もちろんすごいですね、はいはいはい、はい、オープニングのテレビサイズの短いやつがあって、でもちろん昭和魂も全部がそのまんま曲にも BG でかかる時もあるということですね、はい、最高な、すごいですね、なんかちょっと風が来てるかなと、45周年 の、 ね、プレイイヤーですけど1年前ですけど、なんか トリビュートアルバムが出たり、ドラマの主題歌になったり、なんかちょっと楽しいですね。いや本当ストーリーだけ見てもなんか、昭和の暴走族のなんか、そうなんですよ、面白そうですね、なんかね超特急か誰かのね、一人が、主人公で出てきて面白いらしいですよ、ぜひ皆さんねご覧になってもらいたいと思います。ゴーストヤンキーです、ググってみてくださいね、はい、さあということで、はい、曲の方行ってみますかね。今日はホワイトデーですなので、愛を告白しようかなと皆様に横浜銀杯オーバートップから今日は行きます、ロックンロールラブレター。はい、ということでホワイトデーにふさわしい愛を告白した横浜銀杯さんのロックノールラブレターをお届けしました、先ほどお話したゴーストヤンキー、これ の、 バイバイオールドロックノールは、ね、劇中歌みたいですね。なんと、エンディングテーマも、横浜銀杯さんのですね、完全プロデュースでですね、これはねワンナイトパーティーっていう歌があるんですけど、これがですねエンディングの主題歌になっております。これはねワンパク団っていうね、ゴーストヤンキーの中に出てくるワンパク団のメンバーがザ・クレイジー・ライダー横浜銀杯ローリングスペシャル完全プロデュースにおける楽曲で、
歌い上げておりますね。これも、俺とジョニーの、楽曲ですね、レノン・マッカートニーみたいな感じ、ショー&ジョニーみたいな感じで、あのバイバイオルトロックノールは、ワンパク団がカバーして楽曲が劇中でかかったりとかもしますんで、楽しみだよねこれね、大ちゃんね、うん、ヤンキー大集合ということで、今日はあのシースタイルの千葉のヤンキーシースタイルの彼女2人から、なんだろうこれ、なんだ雑誌 IQ ジャパンっていうのかなこれ、ねサイン入りでいただきました、ありがとうございます、お願いします。宇多さん、この放送の提供は心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど、心をより豊かにする活動を行う JT、 地元に密着した暮らしに役立つさまざまなサービスをお届けする株式会社時和松、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋、真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の港南中央駅すぐそば清水港駅舎サバスホール、困った時に来ていただければすぐに治療ができるコンセプトに、横浜市内の5店舗の接骨院整骨院を展開している勝田メディカルグループの提供でお送りいたします。はいはい、群馬の M さん、はい、群馬の M さん、大ちゃん、翔さん、歌さん、こんにちは。こんにちは。3月9日に開催された戸塚ストリートライブ春フェス2024を見に行ってきました、はい、お群馬から戸塚に来てくださったんです ね、 嬉しいね、嬉しいですね。土曜日だよね。はい、俺もねこっそりフラフラしてたらね、やってたもん、こっそりフラフラしてたから、こっそりなんです、うん、だってなんかちょっとねこっそり行ってみたの。俺も今さ楽曲作ったりとか、また今また始めてるから、結構あの煮詰まったりとかすると街に出るんですよ。ほうほうほう。そら、あ、今日9日じゃんと思ってやってましたね、ストリートライブ。生演奏を戸塚駅周辺であちこちで聞くことはでき、自由な雰囲気が良かったです、うんうん、ロッキン戸塚音楽祭にも出たカホさんの素敵な歌声も聞けて楽しみました。カホちゃんいいのよ、高音がね、うん、ライブ会場になっていたペデストリアンデッキのステージ、うん、頭上には大きく確定申告の作成提出は e-tax へと書かれた横断幕が貼ってあり、そうそう、あ、ラジオでやってたやつと演奏を聞きながら思わずじっと見てしまいました、ね、確定申告作成コーナーの QR コードも、うん、QR コード画像も横断幕の下に掲示されていて、ライブの様子をスマートフォンで撮影するとカメラ機能が自動的に QR コードを捉えるので、マジかそれ、ミニシャンを撮影して記念にしたい、短い感じしたいと写真を撮るたびに税務署確定申告コーナーにはつながりそう、すごいですね、税務署それ狙ってたのかな、やるね、作成かもしれないって、ね、税務署に知らせのうちにつながる、いやいやと妙に感心しました。帰り際にはモネさんにも寄せてもらい、翔さん専用シートでナポリタンタン、うん、ショーブレンドをいただきました。美味しかった。えらい、群馬の M さんだったんだあれ。そうですか、すごいね、ちゃんと名乗ってね、ファンの鏡で大ちゃん名乗ってくれなかったんだね、名乗ってくれなかった、こっそりそのまま、あ、僕もあのも M さんには、はい、うんうん、この間マラソンの時に絵描いてくれて、あ、それそう、ね、キャラクターでちょっと使っていいですかって、うん、メールを教えてもらってアドレスしたら OK もらってるので、うんうん、M さんには本当にご挨拶したいと思ってたんですけど、ありがとうございます。いやいや、だってメール分かってんだったらそれでお礼すればいいじゃん。あ、そうか。面白いこと言うね、アドさん。いやいや、会いたかったなと思って、ね、会うんだったらね、はい、ダメだよそんなんで交換して会ったら今いろんなこと、おじいちゃんがそんなことしたらねセクハラになっちゃうんだからね。いやいやいや、何かしようってったって言ったら挨拶してありがとうございましたって、ねえ、いやいや、でも本当群馬も大変ですよ、ここからここまで来るってね、大変だよね、愛だよね、はいはい、素晴らしい、嬉しいですね。しかもモネに来てさ、うん、ナポリタンだったよ、名乗らずにね、ショーブレードだよ、はい、名乗って、ね、こっそりね、そのまま帰っていくなんて粋なやつじゃないですか、ちょっとかっこいい、かっこいいですね、ね、ね、はいはい、そうですか、うん、何あったあった、あ、これいきますか、今税務署関係があったからね、あ、いいですね、あの、うん、警察関係も e-tax、はい、あ、警察ね、はい、よしみさん、よしみさん、大好きな翔さん、大ちゃん、歌さん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。先週も番組で特殊詐欺の話題を取り上げていましたが、うんうん、つい先日私も詐欺に引っかかりそうになりました、うん、マジか。仕事で店頭に立っていた時、店にあるパソコンから急にけたたましい音が鳴り出しました。
お画面は真っ赤、警告って文字が大きく表示され、嘘、ウイルスに感染したとのこと。店のパソコンに顧客情報も入っているし、音はやまないし、めちゃくちゃ焦りました。とりあえず電源を切ろうとしても切れず、後輩と二人であたふたしていたら、画面にサポートセンターに電話してくださいの文字、とにかく警告音を止めたかったので、サポートセンターの番号に電話しました。すると片言の日本語で話す外国人、ふざけてんな、サポートにお金がかかるからカード番号を入力しろと、さすがにそこではおかしいと気づいて電話を切ったら警告音が読みましたこんな感じの画面です。そんなのさ、勝手にパソコンに警告音が鳴ることなんかできるの、ね、できるでしょ、ですよね。だってクリックもしないのに、何にもしてないのにそれがいきなり、うんね、すげえな今の詐欺や。ウイルス感染警告詐欺というらしいです。今回は未然に防げましたが、私みたいな機械音痴やパソコンの知識はないから余計に引っかかってしまうかもしれません。そうだね、日常のいろんなところに詐欺の危険は潜んでいるんですねって、みんな気をつけましょう、うん、今日はスタジオに伺う予定だったのが体調が悪く断念しました。いやいや、お大事ね、お大事に、熱は下がったので席に聞く、咳がひどく声が出ません、以前翔さんにお渡ししたのと同じのダメを舐めながら放送を聞きます。いいね、お揃いだねもうドキドキしちゃってますよ。パソコンもウイルスを侵されて、吉見さんもちょっとウイルスにかかっちゃったって感じ。あ、うまいですね、落語家みたいだね落語家でしたか大ちゃんのところの翔専用シートから、ね、付箋が来ております。翔さんお久しぶりです。仕事でこっちに来たので寄りました。配信ライブ最高でした。声が出ててよかったです。ヒロ君からいただきましたね。ヒロさんかな、うん、ラミヘイちゃんね、八兵衛ちゃんと一緒にランチに伺いました。ラジオ行けないのでモノさんで翔さん思ってます横浜ドーバイラミヘイですよ。ラミヘイなんかの大ちゃんのところにね、運び屋しました。運び屋、ね、運び屋またね、大事のとこ持ってきて俺のとこ届くと無事届きましたよ、ヴィンテージクイーン並平横浜ドーバイジョーのね嫁ですね、福が生まれる街フッサより福を届けに参上。ここまで来いっつうんだよ。フッサも遠いですよいや、それ愛だよね、はい、ね、そうね、なのかこれ見て、アメリカンカステラだよ。アメリカンカステラってね、カタカナで書いてある、はい、普通アメリカンカステラって英語で書かないのかね。そうですね、アメリカンカステラになりました、ね、今日は、ね、いろんな、また皆さんから、もらいましたよ。パムさん、ヤクルト戦、なんだろうマコピーこれ、渋沢栄一のね、はい、新1万円、新1万円もなか、面白いな。写真が、渋沢栄一の写真が ね、これ多分お札になるのと同じ肖像なんだと思いますけど、すごいよね、それが2つ入ってます ね、はい、タカさんからは、チョコレートに、これはどれかな、あ、マーシーも来てくれましたね。パンに塗るとカレーパンになるっていう、メロンパンになるやつとかもないのかねあと皆さんね、ボイスケアね、いただいております。みおちゃん、いつもの手作りケーキにタムさん、ヤクルト戦でしょ。そして、これなんだ、なんだ、めぐみちゃん、あ、めぐみちゃんは、あ、こう、めぐみはね1ヶ月遅いんだよ。もう今日、明日ホワイトデーで俺がみんなにチョコレート配ってるのに、バレンタインデーのチョコレートですって、お前いつの話だよ、まあ、今日まで OK なんですよね。今日まで OK なのか、今日まで OK で、カネヤの、ね、出汁とかいろいろ入ってます。ミカさん来てくれましたよ。ミカさんいつもね、オーガニック野菜とかね、いろいろいただくんですよ。あと今日ね、味噌、これすごいですよ、ね、黒豆味噌。さん、ありがとう。そう、健康のことをさ、みんなやってくれるわけなんです、はい、ロッカー不健康じゃなきゃいけないんじゃないですか。いや、もうタバコもやめてね、はい、食べるものは野菜にオーガニック、うん、これなんだっけな、これなんかね、ミックジャマとか、ミックジャガじゃねえな、名前忘れちゃった小松菜みたいなんですか。そうみたいな、こう春菊みたいなやつなんだけど、名前聞いたんだよこれ、はい、ダメ、なんか、まあ、なんとなくちょっと前のこと忘れちゃうんだよね、
ミックジャガーみたいな名前。そうそう、ミックジャガーじゃないと思うけど、なんで肉じゃがじゃねえかって話なんですけど、ね、そういうのをいただきました。めぐみさんからね、先ほどね1ヶ月遅れのハッピーバレンタインデー、アイラブユーと言ったりしますね。ずっと永遠に横浜銀杯お願いします。翔さん80までは元気で歌ってくださいね。バカ、90まで行くんだよ俺は。一応ねタバコもやめたし、健康第一で、マーシーさん、翔さん、皆さんこんにちは。翔さん、バレンタインデーライブ、じゃバレンタインデーライブリトライありがとうございました。翔さんの美声を聞くことができて幸せでした。ライブこれからもね、たくさんあると思いますんで、のど飴持ってきました、ありがとう、ケアしてください。あ、ドラマのオープニングね、主題歌良かったですね。そうですね、あの昭和魂ですからね。放送楽しみにしてます。誕生日ライブのチケットも頑張ってゲットします。そうです、重大発表で、はいはい、リトライライブで重大発表、私6月8日、はい、私の、バースデーライブをやります、はい、ショールート66、うん、バースデーライブ、うんね、というタイトルで、まあ、仮なんですけどね。で、ちょっとねソロを、俺のソロを銀杯のステージなのにやろうと思ってるんですよ。いつもソロは俺のソロのバンドで、ね、ブラックバードとかあと440ロックンロールクラブとかそういうのでやってるんですけど、今回はちょっと銀杯で俺のソロの楽曲をやって皆さんにやろうかなと思って、2回ステージやります。昼夜、昼の部、夜の部、池袋ミキサーでお届けしますんで、チケット発表はね、まあ、もうちょっと待っててください。ショールート66、ね、これ言い間違えちゃってセックスになってね、ルート66、ね、ショーバースデーライブ、皆さん楽しみに待っててください。今年66歳ですか。66ですよ。いや、また全然若くて、ね、やばいよ。その前にジョニーちゃんの5月9日あ、66歳、66、違うか、66。はい、大阪のトントンさん。あー、なんだよ大将。これね、重大な話なんだよ。はいはいはい、6は6、ほら、ファースト、セカンド、はい、サード、はい、トップは違うか。フォース、次がフィフス、そして次が6。これ6スって言わないと思うんだよね、確か。6で、セブンス、8、ナインス、テンス。ごめん、分かんねえ、ちょっと調べてください。多分シクスじゃなくてシクスだと思うんですね。あ、ごめん、言って大丈夫。俺今ググるから、まあ、いや、だい、どんな重大な話かと思ったら、いやいや、英語の勉強なんだ。なんかね、66なのか66なのかって、ちょっと だんだん辛くなってる翔さんが分かってたんですよ。ちょっと伸ばしてみようかなと思った。はい、大阪のトントンさん、翔さん、3月8日の配信イベントリトライライブお疲れ様でした。元気な翔さんがいる横浜銀杯がやはり本当の姿だと実感しました。アコースティックで演奏も心から堪能させていただきました、うん、追加で発表された重大発表も歓喜者、ランさんのイベントはもう3回期となるんですね。なんだかっていう間であり、改めて寂しさも込み上げてくるようで、とにかくまたランさんを慕うファンが集まっていろいろな話が聞けるのが楽しみで仕方ありません。6月8日の翔さんのバースデーライブもすでに行く気満々です。ソロ曲をいっぱい演奏していただけるようで、いろいろと予想したいと思います。高見沢のさんの番組を視聴しましたが、あー、よかった。茶碗からはみ出すからし明太子の様子にかないと爆笑してました。あれはもう少し大きめな茶碗が良かったのではないですか。しかしめちゃくちゃ美味しそうではありました。たくさんのゴリラ飯、ジョニーさんの無農薬家庭菜園も最近のライブに足を運ぶ私たちにとってすでにおなじみのエピソードです。そうだよね。が、初めて聞く方もインパクトには絶大だと思います。これを機に今の横浜銀杯を知ってくれる方も増えると嬉しいです。つまりハイスクールロックンロールの高見沢さんとのセッションも実にハートに刺さるものでした。有名なデコレーションギターで奏でるサウンドが横浜銀杯のロックンロールと混ぜるとあんな感じなんですね。5月のトリビュートアルバムとライブがますます楽しみになりました。いや、本当に高見沢さんのテレビ番組は本当面白かったの。ちょうど、ね、配信ライブが終わった後に、始まったんですけどね、うん、でまあ、そこの、まあ、
美味しい食べ物、美しいな音楽みたいな感じの番組だったんで、あの食べ物なんかないですかって言うから、あの地方に行って必ず買ってくるものないですかっていうアンケートが来たんで、福岡に行ったら俺明太子っていろいろ山屋とかいろいろあるんですけど、福沢屋とかたくさんあるんですけど、近江っていうところの明太子が好きで、うん、それを必ず家に持って帰るんです、買って、はい、でそのでかいのがあるんですよ、でかいっていうかちょっと大ぶりのね、うん、あの切りこつって切ってあるやつと、あとでかいやつがあって、それ人にあげるのはでかいやつをやるんだけど、うん、で家帰ってきたらあんまりにもでかくてかっこいいから、うん、これご飯に乗せて一本ボンって乗せて、うん、食ったらうまいだろうと思って、うん、食ったらさ、うん、めっちゃめちゃうまくて、はいはいはい、でその時の俺たまたま写真がちょっと小ぶりの茶碗だったの、だから俺がそのスタッフに送ったこんな感じで食べてますって冗談で送ったやつが、ちっちゃな茶碗にそのでかい明太子がドンって上にご飯として乗っかってる、いやいやいや、そしたらなんか受けちゃったみたいで、うん、これにしましょうって言ってわざわざ福沢屋から取り寄せてで俺たちの番組中に高見さんとも一緒にみんなの分ご飯くれて、うん、上に乗っけて食べたのよ。おその絵がね恐ろしいんだよね、笑っちゃうぐらいに。おでまあ、そのタクのゴリラ飯ってのはあいつは素材をそのまま食べるから、まあ、あのゴリラがリンゴ食ったりバナナ食ったりするように、ほうほう、まあ、そういうものしかご飯食べないよみたいな話したり、うん、ジョニーちゃんはね、家庭菜園やってるんで、うん、オーガニックのものを食べてますみたいな話をして、で、まあ、最後にスプライハスクロックロールを高見沢さんと一緒にね、うん、やったんですけど、いや今でもハイトーンすごいですね、すごい声でキャーとか来て、いやかっこよかったですね。もうなんか結構ランサーより上だから68とか9ぐらいだと思うんですよ。年取ってないですよ ね。もうお肌もすごいいろいろやってるからだかもいいんだけど、ジョニーがねギターで背中合わせに高見さんと絡んだんだって、はい、いい匂いがしたんだってでもやっぱさ必要だよね、はい、年を取ってるからね、はい、なおさらね、こう加齢臭、ね、うん、出さないようにしてすごいいい匂いがしたとか言って、おいやだアルフィーすげえなーと思いましたね、うん、いやいやいや、ね、もう俺らより全然先輩ですからね、まあ、ご一緒できてよかったですという話ですね。でも明太子そんだけでかいと一食で済まないですね。いやそれがさ食べちゃうんだよね、茶碗一杯それに対しては明太子、そうそうそう、俺はねお結構食べちゃって、美味しいのそのなんか食ったって気するからね、お明太子おかずが多くてご飯が少ないとやっぱり明太子あのおかずが残っちゃうんじゃないかなと思って今その質問したのよ。そう、うん、全然そのままこう箸で丸ごとガンって食って、で飯が食って、あって近江美味しいですよ本当に。料亭が出してるんですよ近江という、だからそのつけてる出汁がなんか独特で、うん、とっても美味しいんですよね。辛みもそんなないし、なんかいい感じでしたね。リックさん、はい、翔さん先日の番組見て近江さんの明太子注文入れました、うん、お、えらいリック美味しそうでしたもんね、うんうん、楽しみしてますって、うんうんうん、で何、うん、と今日は、うん、書類の作りがありデスクワークしてます、おとえらい珍しいね。番組始まる頃は近所のお店でコーヒー飲んでる予定です。余裕じゃん、ぶっこいてないです。明日ホワイトデーなので美人店員ワイコちゃんにバレンタインのお返しを渡しながら聞こうと思ってますリックさん、あいつみんな美人なんだよな、いいな、八丈寺は行かなきゃまずいね、行かなきゃいけないよね、どんだけ美人がいいんだっていうねえ今この放送その喫茶店で聞いてんのかしら、聞いてんじゃないですか、そのじゃあ美人の方の声を聞きたいな、うん、できないのか電話つなげろって、ね、電話つなげろってなんてこと言ってんすねえ、でもほら声じゃ分かんねえじゃん美人かどうかなんてさでも声だけでもなんとなく写真送れって、そう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 、写真送れよこの野郎みたいな悪いな本当に、いいですね書類をね、なんか準備あの作成してるんですかこっちもなんとかあの税金の方は確定申告終わりましたけどね、よかったね、16日まで、はい、あそうか今回16日まで15日じゃないんでね、はい、そう皆さんあのタックスでやるといいですよ、あれ早くできますね、いいタックスの方でねやって早めに終わらせてください。まあいろいろ国会でも揉めてますけどね、うん、俺らが税金こんなに払ってんのにてめえらなんとかで裏金でね使ってんじゃねえよって感じでみんな盛り上がってますけど、まあ政治家みんなそんなもんですよ寛大だのもうだってさずっと昔からいろんなこと言ったきりないじゃんかさ、うん、ね、だ年金なんてさね、始めた当時はすごい莫大にお金があってさ、うん、みんなでさ、はい、政府が使っちゃってさ、
それで補填できなくなっちゃって、でしかも今度、ね、あの 少子化されちゃったからさ、だから全然年金なんかもらえないじゃん、はい、最初の頃は腐るほどだったんだよ年金の、はいね、だって若いやつらが一気に、はい、その頃はまだね老人も早く亡くなったりとかしてから、うん、一気にやらせてお金余ってたのにさ、みんな使っちゃうんだよそんなの。だからみんなで国会議員になっちゃうんだよね。そうそうそう、税金使いたかったら、ね、国会議員になっちゃえばいいんだよ。そうすると給料もね安定してるしさ、で経費だ経費だってさ、領事収じゃなくてバンバンお金使っちゃうんだよ。そんなもんだってね大ちゃん。俺らはちゃんとやりましょう、はいね、さあということで、宇田さんのとこ行きますか、それとも俺の毎日のストリートの話しますか。私はね、今度あさってが、はい、にぎわい座の独演会、うん、いよいよ半年ぶりにやるやつを、金50両という大和周五郎先生のまた新しいものに手掛けさせてもらいました、うん、もう一つは野ざらしという、ね、演目で、これはまあ、陽気に、祭りの話なんでございますけどね。祭りだ祭りだ、いやそ祭りじゃないです、ただの釣りでしょ、釣りお魚釣りでしょ魚釣りの話なんですけど、ね、滑舌悪いですよまあ釣りの話ですけどねって言うからさ、祭りだ釣りの話ね、はい、7時から開演いたしますので、まだチケットございます、よかったら聞きに来てください。どこでやるの。桜木町のにぎわい座でございます、うん、入場料3200円、はい、全席指定でございます、はい、お待ちしてます。第27回ですよ、すごいじゃないですか。なんと翔さんも来ていただいたことあってありがとうございます、はい、ね、踊るし喋るし、はい、踊りはね、うん、梅にも春という春の花、うん、歌を踊らせてもらいます。おお、いいですね、はい、このあのゲストの奇術師の養老滝之丞、滝之丞さん、はい、これ男の人なんですか。これ男ですね。なんか美形ですよね、ちょっとね、ジャニーズ系だと思います。あ、やっぱそうなんだ。今あんまジャニーズ言っちゃいけないんだ。まあいいじゃん、まあいいじゃん。じゃあ何系っていうの、ね、何系っていうんだから、アイドル系っていうの、うん、お前は知っとる系みたいなね、3月15日、まあ、手品の先生ですけどね、うん、はい、楽しみ。金曜日か、俺行けるかな。ああ、よかったらぜひ。にぎわいだもんね、遅いもんね夜ね。7時から開演でございます、1階席はほぼ埋まって2階今ちょうど開けたところでして、うんうん、あ、なるほど、席の方はございます、はい、ちょっくり見に行っちゃおうかな、うん、久々に。金50両、お金の話だね。まあ、お金なんですけどね、うん、まあ、どれだけ人を信じられるかというような話で、まあ、西洋でいうと走れメロスみたいな、うんうんうん、ああいうところで疑い持たずに、お金を届けなきゃいけないというような話なんですけど、ね、じゃあ翔さんのファンはみんな聞いた方がいいね。そうだね、そうだね。なんで、いやちょっと戒めのために。金50両ちょっと使っちゃおうかなとか、どうしようかな、1枚ぐらい分からねえよなとか言いながら、ファンの方ぜひ聞いてください。なんで俺気にしちゃおうかな、やめようかなみたいな。どうね、世間は広いと知った時生き方は変わる、うん、山本周五郎が現代人に説く名作に挑戦です。 ありがとうございます。宇田助ありがとうございます。いやいいですね、横浜にいよいよ3月15日盛り上がりそうですね。宇田さん、来月から忙しくならないの、テレビ出演とかで。来月から忙しくないのね、僕はメディア出演はここだけでございます。いやだって『笑点』来月発表でしょ。あ、そうですね、いよいよですね。いよいよだね、はい、いかなることになるよ。あれでもギリギリまで秘密なんだもんね。全部秘密ですよ、ね、うん、あ、誰にもこう言えない、言えないっていうか何にもないんですけど。いや、わかんないよ。わかんないじゃないの、そんなこと。いやいやいや、レギュラーになる方はもう半年 か1年ぐらい先から前からちゃんとスケジュールを抑えておかないとずっと出続けられないから、うんうんうん、そうだよね。それはもう大変だと思います。それを家族にも言えなかったっていう話なんで、うん、宮治君なんかね、大変なことですよ。いいですか、はい、シックス巣の話ですけど。あ、もう取りました話が。ね、シックス巣の話ですけど、シックス数はどれが正しいんでしょうかっていうね、ええ、ベストアンサー、はい、カタカナにするとシックスもシックスも同じシックスです、はい、しかし数の部分が厳密には違います、うん、シックスの数は普通の日本語のカタカナの数と同じシックスですが、
シックスの巣は歯で噛んだベロの喉の奥に引っ込めてながら発音するシックス難しいなこれシックス、はい、ねえねえ分かります？分かります？翔さんがこっちに向かってベロをねそうそう突き出してね噛んでるんだよ。歯で噛んだベロを喉の奥に引っ込めるシックスお前らファンのやつ見てんじゃないよガラス越しに、ね、だからシックスもシックスも俺の言う両ともシックスなんですね、はい、だからルート66、ね、あのアメリカの、ね、あの有名な道はルート66だから、ジョニーちゃんのバースデーは、ジョニー、66、バースデーライブということに、ね、なりますね。勉強になりますねこの。なりますね。ね、でもちょっと知恵袋で見てただけなんですけどね、ヤフーで聞いてみて。ああそうですか。ちゃんと発音できてたかどうかあの確認していただきたいですけど、ね。あとでアーカイブ聞いて。じゃあ曲かけてる最中に練習してもらうとか。そうだ。もう曲かけろって大蔵から来た。今日は明日がホワイトデーです。また言ってね。だから愛を告白します。次の愛の告白は。横浜銀歯さんベストコレクション2からお届けしましょう。スイートリトルキッス、横浜銀歯でスイートリトルキッスをお届けいたしましたどうぞ。この放送は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそば清水公益社サバスホール、困った時に来ていただければすぐに治療ができるコンセプトに、横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している勝田メディカルグループ、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど心をより豊かにする活動を行う JT、地元に密着した暮らしに役立つさまざまなサービスをお届けする株式会社時矢松の提供でお送りいたしました、はい、今サバスっていう時のスが TH でしたね、うん、それで発音しなきゃいけないと思ったらサバス、サバス英語喋れるロコさんから6、はい、合ってますって、おあよかった、札幌白い妖精ロコです、ね、札幌は雪の際と遅く、うん、春が遠いです、私も春が来る様子はありません、うん、リトライ配信ライブアーカイブで拝見させていただきました、うん、翔さんのお元気な姿を見れて安心しました、あ、ありがとう、なんかね、配信の後のアーカイブがすぐに上げられなくてちょっと皆さんにねご迷惑かけちゃったんですけど、無事に、ね、なってますんで見てくださいね、一段と美人になっている歌声にうっとり、これからもセクシーな歌声に言わせてくださいね、うん、そうそうそう、よかったよ、俺も本当歌えて、うん、結構ね本番始まるまで緊張したの、ちゃんと歌えるかなみたいな、よかったです本当に、はい、ライブもいろいろ発表されて嬉しいです、行きたいな、うん、私は新しい仕事場でドタバタやってますよ、うんうん、昨日間違えて別の階の病棟に何食わぬ顔して出勤し、ナースステーションに入り大騒ぎになりました見知らぬナースたちからはこんなことがあるなんてすごすぎって言われましたまだ入職して間もなくてごめんなさい、いやらかすよね違う階のナースステーション行ってね、ね、でも来たばっかだから分かんないもん ね仲間が誰だからかね、俺高校の同期生で、ね、隣の高校行って、うん、あ間違えたって帰ってきたらしいよわざとやってんだそれ、そ不良が面白い、赤城山の文江さん、あ文江さん、はい、どうも、今週から月1回程度笑いか感動ネタを送りたいと思います、うん、昔ある日祖母の家に行くと、うん、文ちゃん村で敬老会の日にくれたプレゼントに入ってた石鹸全然泡が立たないんだよっていうので、うん、洗面所行って置いてあるその石鹸を見てみたら、うん、固形の発泡入浴剤でした、あおばあちゃんお風呂に入るお風呂にお湯に入れる入浴剤だったよと教えてあげましたけど、うんうん、目地までの祖母はボトルに入っている粉末の入浴剤わかんないですよね、そりゃそうだよ、そうそう、ね、わかんないよ絶対、だってゆうたさんさっきだってマカロンじゃんって、これマジさかいただいたらこれ入浴剤マカロンに見えこれ普通に置いてると噛んでしまいそうです、マカロンみたいな入浴剤なんだよね、そう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 、僕いっぺんね食べたことあるの、いやいやホテルの
アメニティ置いてある石鹸、うんうんうん、丸くてちっちゃくて、うん、あのビニールに入れてあるやつを、うんうん、あれ間違えてクッキーのあれだと思って開けて噛んじゃったことあります。アメニティとかにはないだろ。アメニティを、うん、あのテーブルにあのもも下から持って自分の部屋に行って、うんうん、でテーブルに置いちゃったんですよ。だから、うんうん、洗面所じゃなくて、うんうん、それで後で石鹸で使おうと思って置いといて、あれあこんなところにクッキーあると思って開けてガブって噛んだら あ石鹸だったって。食いしん坊なんだね。食いしん坊だね。忘れてたんですよそれ。ああそうか。俺それはないな。俺もホテルには泊まるけど。ああそうですか。うん、やっぱね最近なの使わないの俺も多いもんね。だからもう部屋に置いてなくて下から持ってかなきゃいけなくてね、やっちゃいましたね。噛んでからすぐ気がつきました。まあ食べ物だとはねなかなか思えませんけどね。ちょっとシースタイルのライブがあるみたいなんで、紹介してあげましょうかね。4月の27日、木更津市民会館ですね、ヤンキーランド木更津ヤンキーランドというね、タイトルかな。シースタイル結成11周年記念公演ということでね、頑張ってもらいたいと思いますね。会場が16時、開演が17時、料金は前売り3000円、当日4000円です。ぜひねこいつら頑張ってますんで、木更津市民会館の方にね応援に行ってあげてもらいたいと思います。4月の27日だそうです。表紙を飾ってる IQ Japan スタイルブックというのがこれあれだよね、昔のチャンプロードみたいな感じですね、多分雑誌ね、はい、雑誌やってると思いますけど、まあよく旧車のバイクと必ず出てくる岩崎圭一郎これ分かる人しか分かんないと思いますけどね、岩崎圭一郎頑張ってますね、常にいますね。私もチャンプロードで記事書いてる時にありましたけどもね、かっこいいっすね、うん、まあ、でも俺らの頃とちょっと、まあ、バイクねもう違いますけど、GS とかね、いろいろ。群馬の M さんはね、うん、この前スタジオにもいらっしゃってたみたいですよ。あ、本当に、うん、今日は来ないですよ。でそれこそ心配してました、この、うん、何宇田さんと翔さんとこにあるパソコンの画面、うん、これ個人情報出ちゃってんじゃないのっていう指摘があったんですけど、全然違いますよあのタイムレコードとかが出てるんですね。何時何分何時何分これってそういう画面なんですね。ご覧見られても大丈夫なんです。ですが視点者が見てないんで終わりがぐちゃぐちゃになるんですね視点者って誰のことだ誰だその視点者は本当にもうそう、ね、全然大丈夫。Cスタイルって言えばスリースタイルさんもスタジオ来てくれたことありますよね。スタイルスリースタイル3かスリースタイルじゃねえスタイル3だコントラバスコントラバスとコントラバスとピアノ C スタイル見ましたけど3スタイル3です。狙った？いや狙ったです。いや実はこれから僕落語教室で岩間プラザ行くんですけど、あそこをお稽古場にしてるんですよ。防音のところがあるのでたまにだから会うんですよ。めちゃめちゃうまいからね、はい、あいつら演奏ね、はい、練習してるんですね。練習してるんですね、サバスホールで、サバスホールじゃなくて岩間プラザ分かんなくなっちゃった。もうなんか TH 言いたくてしょうがないなまあいろいろありますけれどもね、はい、ちょっと宣伝してもいいですかね。どうぞ。曲もかけたしね、横浜銀蠅さんがですねトリビュートアルバムぶっちぎりトリビュート、これをですね昭和99年5月8日リリースしますよ、ね。CD と DVD がくっついて6600円、初回限定です。 CD の方は3520円で、5月の8日リリースされます。そしてそれを引っ提げてですね銀蠅フェス2days 開催決定しました。昭和99年2014年あ24年のことね、昭和99年5月10日、そして翌11日とね 2days、これはすごいですよ、KT ZEP 横浜で、行きます。横浜銀蠅トリビュートフェスティバル全集合ということで、トリビュートアルバムにね参加してくれた全てのアーティストが出演してくれます。 2days です。5月の10日は17時45分会場の18時30分開演、5月の11日は15時15分が会場の16時から開演ですね。
1階2階席、あります。1階自由席、2階は指定席。 2days 投資は1階のみですね。料金の方は9900円と2階の指定が1万1000円です。2days 投資になると1万7600円となりますので、ちょっとお得になっております。クレイジーケンバンドさん、ジュンスカイウォーカーさん、ドハツデさん、イクラちゃん、オドボーズ、ザ・ビスケッツ、騎士団、グッサン&お塩幸太郎さん、ザ・50回転です、横浜市立エビ中、そして横浜銀杯ということになっております。ぜひ皆さん遊びに来てください。チケット発売中です。まだ時間ありますよ、はい、私ね、次回が27日になるんですよ。おはよう。2週飛んで、だから来週はユッキーなんですけども、うんうんうん、もう桜が散っちゃうんじゃないかなって。あ、河津桜、河津桜じゃなくて普通の桜も。普通の桜も咲いてるかなり。いや、まだこれからですけど、2週間経っちゃうとかなり、はいはいはい、なんか、桜の便りを聞かないで、うん、なんか急に暖かくなると ね、 そうだね、桜が咲いちゃうから。梅は咲いたか、ま、た桜はまだかいな。ね、いいですね、春ね。ロッカーがなんでハウタウタ。いやいや、ちょっとなんか、ね、日本の心を忘れないロックンローラーなんですよ、俺は。ね。あ、そうだ、先週、畑中陽子さんからメールが入ってました。お、来た。読むの忘れました。あ、読めるかな。いや、今な出せてないんですね。あ、出せないな。畑中陽子さん来てくれっかな。ねえ。後ろから前から。どうぞ。あ、もういいですか、俺の歌なんて。いやいやいや、カナダからの手紙じゃないんですよ。ラブレターフローカナダ。居酒屋になってんじゃないですか、なんか。あなたの愛を確かめたくて。いつまで歌ってんだから。俺ね、はい、大ちゃん、時間ないけど ね、 あのね、スカイツリー行ったんだよ、俺。はいはいはい。仕事のあれもあって、ちょっとスカイツリーに行ったらさ、うん、高いね、スカイツリー。ちょっとね、そうですね、すごいでかいね。はい。でね、下にソラマチってあるんだよね。ソラマチ行ったらね、もう見て回るのに目がキロキロしちゃって。高いの大丈夫なんですか？全然大丈夫、うん、バカはね、ヒューヒュー上がっちゃいますからね。で、そこに行くときに東京駅にも行ったの。はい。したらさ、レストラン街がすごいじゃん。 あと10秒だ。というところで、大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうでした。また来週まで。来週ね。バイバイ。